好きな銘柄お出ました。一番癖のある質問だと思うんですよね。僕、これ <laughs>。好きな銘柄ね、あるんですよ。うんとね、パンツの話をしてもいいですかはい。<laughs> あの、僕、高校生の頃に、あの、ちょっとした自転車事故なんですけど、事故にまあ会いまして、で、救急車で運ばれて、処置をしてもらったことがあるんですけど、その時に、 ターミネーターのパンツを履いてたんですね。ターミネーターのパンツでしかもなんかその、なんていうんだろうな。僕、お家の実家のお風呂の掃除係を時々やって、月1ぐらいでやってて、そのカビ取りとかをね、めちゃめちゃやってたんですけど、そういう時とかにいつも履いてるパンツで、パ、ま、ン、あ、でカビ取りするのも本当危ないから良くないですけど、でも僕はね、そのターミネーターのパンツは汚れてもいいやつってことで、あの、なんていうんだ、漂白剤とかが散ったりしてて、もうシュワちゃんのパン、ぐちゃぐちゃのターミネーターのパンツがあったんですけど、 それを履いてるときに事故に遭っちゃったんですよ。で、搬送先の病院でズボン脱がされて、漂白剤でぐちゃぐちゃのシュワちゃんが出てきて、なんかちょっと軽く笑ってんですよ、みんななんかもうって。<laughs> すごいそれが恥ずかしくて、シュワちゃんのパンツ、これはねえよなって思って。で、そこから、パンツは常に人に見られてもいい、いいパンツをちょっと無理してでも買おうって思って。で僕今ね、ハマって、もう今はもうほぼこれしか履いてないっていうのが、 あの、まあ、ちょっとね、いいやつなんですけど、ダルフローレンの真っ黒なブリーフ。これを、これはなんか、6個、10個ぐらいかな買って今はひたすらそれを履き回してます。それはそれで見られたらはずいんですけど。<laughs>